ああ、どっか知らねえ国でも生きてよな。一度ボーダーラインを越えたら逃げられない。ゲームに参加するしかない。なんだよこれ。トランプのマークごとに大まかなゲームジャンルが決められている。クラブはチームザイヤーズのパートはこのままじゃ誰も開けない。制限時間来て全員火炙りで死ね。ゲームを開始します。いつも通りみんな死にそう。これで正解率 66% を 100% 鬼を狩るぞ。羊じゃなくて隠れるのは狼ってことだ。面白くなってきたじゃねえか。俺たちトイレの中にタイムスリップしたのかな。タイムスリップのがありえない。誰と戦う気？ゾンビ？気に入った。マジで？かい。いいからテントに入りなさいよ。いや、だってよ。ようこそ理想の楽園ビーチ。とにかくルールを説明する。全てのカードを盗み出し、こんなのなしだろ。ビーチを抜ける。呼んだ。やるね。裏切りは何をしよう。あなたのゲーム見えてきます。走り合いな。楽しんでね。やっとターゲットが見えてきた。アイス。そんなに行きたかったんだ。あんたなんか死んだっていいじゃん。生きる覚悟がある人間が生きなきゃ意味ないのよ。こんな世界のどこに希望があるっつんだ。誰が生き残ってくれてもいい。こんな終わり方だけは絶対やだよ。やっぱり希望なんか残っちゃいなかったよ。俺はこのゲームから降りる。俺にはお前らしかいなかった。信頼できるたちが隣にいた。お前らと一緒の時は俺にとっての希望が。嫌なこと全部忘れられた。それで十分だった。めちゃくちゃ笑ったよな。アリス、アリス生きてくれ。ありがとな。死んだ。俺だけが生き残ったせいで死んだ。死んだ。死んだ。あいつらのとこ行って頭ついて謝りに行かなきゃいけねえんだ。行きたい。行きたい。こんなことまでして生き残りたいなんて自分でも不思議。君はこの絶望しかない世界でどう生きる。あんな風に死んでもない。やっぱり俺は生き残るしていてくれよ。絶対に生きて。絶対生きて。元の世界に。あとの生活に。希望はまだ残ってる。命には限りがある。あんたは過去に背を向け続ければいい。そんなこと考えずに今まで生きてきた。でもうちは生きるためにもう一回過去と向き合う。あいつらはアリス俺に託して死んだ。お前はしっかり生きてくれや。俺の分まで生きてくれよ。今は1分1秒無駄にしたくないんだ。お前に何が分かる。俺たちはまだ生きてる。みんな絶望と向き合いながら普通最後の最後まで戦ってる。アリス、きっと生き残るのはお前。生きてる人間をなめちゃねえよ。きっとどこかにいるよ。みんないるんだと思う。消えたわけじゃない。だから生きて帰んなきゃ。